リチャード・ダグラス、リック・ハズバンドは、アメリカ合衆国の宇宙飛行士、STS-107 の機長として、コロンビア号空中分解事故に巻き込まれて死亡した。宇宙名誉勲章の受賞者である。ハズバンドは、テキサス州アマリロで生まれ、ベルマー小学校、クロケット中学校を経て、アマリロ高校を1975年に卒業した。1980年に、 テキサス工科大学で、機械工学の学士号、1990年にカリフォルニア州立大学フレズの校で、機械工学の修士号を得た。妻のエベリンは、2004年の著書ハイコーリング、ザ・カイジェス・ライフフェイス・オブ・スペース・シャトル、コロンビア・コマンダー・リック・ハズバンドの中で、ハズバンドとのキリスト教生活や、宇宙飛行士になるという夢を叶えるまでの苦闘について、描いている。 ハズバンドには娘のローラと息子のマシューという西がいる。エベリンはその後2008年1月にビル・トンプソンと再婚し2008年にケネディ宇宙センターで行われたコロンビア号空中分解事故5周年の追悼式で基調講演を行った。テキサス工科大学を卒業後、ハズバンドは少尉としてアメリカ空軍に入隊しオクラホマ州のバンス空軍基地で パイロットの訓練を受けた。1981年10月に訓練を終了すると、次にフロリダ州のホームステッド空軍基地で F-4 の訓練を受けた。1982年9月に F-4 の訓練も終了すると、ジョージア州ムーディ空軍基地の F-4E の部隊に配属された。1985年9月から11月にかけて彼は、 ホームステッド空軍基地の F-4、指導者学校に通い、1985年12月からカリフォルニア州のジョージア空軍基地で F-4E の教官を務めた。1987年12月、彼はカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地でテストパイロット学校に通った。卒業までに彼は F-4 よび F-15 の5つすべてのモデルのテスト飛行を行った。1992年6月、ハズバンドはイギリス空軍とのテストパイロット交換制度によってイングランドのエアクラフトアーミメントエバリエーション、エスタブリッシュメントに配属された。彼は40以上の種類の飛行機に乗って3800時間以上の飛行を経験した。 ハズバンドは1994年12月にアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士候補に選出された。1995年3月からジョンソン宇宙センターで1年間の訓練を評価を受け、その後、スペースシャトルの改良や月、火星への往来の研究を行った。晩年は彼は宇宙飛行士室の安全部門の責任者を務めた。 1999年に STS-96 で初宇宙飛行を経験し、235時間13分を宇宙で過ごした。また2003年初めに打ち上げられた STS-107 では基調に任命された。ありがとうございます。